アンドレス・イニエスタル・ハンは、スペイン・カスティー・リャラマンチャ州・アルバセテ県、フエンテ・アル・ビージャ出身のプロサッカー選手。J リーグ・ビッセル神戸所属。ポジションはミッドフィールダー。元スペイン代表。スペインのメディアからは、ダン・アンドレスと呼ばれることが多いが、その他にもエル・ルーナ・ニスタ、エル・スリブロー、エル・キャバレ・ロ・ポラドなど様々な愛称を持っている。 アルバセテ・バロンピエ8歳の時に地元アルバセテ、バロンピエの下部組織に入団した。12歳の時に出場した全国大会では、惚れ惚れするほどのドリブル能力と視野の広さを見せ、様々なクラブから注目を集めた。レアル・マドリードの下部組織に入団する予定だったが、両親の意向で取りやめられ、両親と FC ・バルセロナの下部組織量を見学して、 好印象を持ったことから FC バルセロナに入団した。FC バルセロナ MF、セスクファブレガス同様、入団当初は守備的ミッドフィールダーだったが、ボディバランス、精密なコントロール、ボールキープの技術などが評価されて、攻撃的ミッドフィールダーに転向した。シャイな性格であり、ラマシアではしばしばホームシックにかかった。U-15 チームではキャプテンを務め、 1999年のナイキプレミアカップ決勝ではロスタイムに決勝点を挙げて優勝に貢献し大会最優秀選手に選ばれた。イニエスタにトロフィーを手渡したのは当時トップチームでキャプテンを務めていた MF ジョゼップ・グアルディオラであり、グアルディオラは今まで見た中で最高の選手と記した写真をイニエスタに送った。グアルディオラは クラブの若手有望株だった MF シャビに、時期にお前は俺を引退に追い込むだろうが、あの坊やが、俺たち二人を引退に追い込むかもしれないぞと、語りかけたのはこの大会時であったと伝えられている。2002から03シーズンデビュー2002年10月、監督のルイス・ファン・ハールによって、トップチームに招集され、10月29日の UEFA チャンピオンズリーグ、クラブブルッヘ戦でデビューした。 そのままトップチームに定着するとデビュー直後から良質なプレーを見せスペインメディアからは MF フアンロマンリケルメにとって変わる存在だと報じられたトップチーム昇格後に家族のために地元に建てた家は青とエンジロに塗られ観光名所になっているフランクライカールト監督時代イニエスタ二千三から零四シーズンは主に FW ロナウジーニュの控えとして リーグ戦11試合に出場し、4月10日のバジャドリード戦でラリーが初ゴールを決めた。2004から05シーズンはリーグ戦38試合中37試合に出場したが、その大半は途中出場だった。2005から06シーズン前半戦は途中出場が中心だったが、2005年12月上旬にシャビが人体を痛めて長期離脱したため、 イニエスタがその代役を任され、先発出場回数が増加したことでより高いレベルの選手へ成長した。監督、フランク・ライ・カールとの下で、ラリーマと UEFA チャンピオンズリーグの2冠達成に貢献した。2006年8月22日のジョアン・ガンペール杯、バイエル・ミューンヘン戦では、ゲームキャプテンを任され、勝利してトロフィーを掲げた。 UEFA チャンピオンズリーグ、レフスキーソフィア戦では、今まで経験したことがなかった左ウィングのポジションで、出場して2ゴールを決めた。決勝トーナメント1回戦のリバプール戦は普段、同リセンターハーフとして出場したが、その後もしばしば3トップの一角としてプレーした。リーグ戦では、自己最多タイの37試合に出場し、6得点、3アシストを決めた。 2007年7月には、ライバルのレアル・マドリードが、移籍金として6000万ユーロの予算で、彼の獲得を狙っていると噂されたが、引退するまで、FC バルセロナでプレーしたいと述べて、噂を一周した。同年夏には、エース・ローマに移籍した FW ・リドビク・ジュリが、付けていた背番号8番を譲り受けた。2008年の FIFA フフ最優秀選手賞の投票では37ポイントを、 獲得し、9位にランクインした。FC バルセロナの選手は、FW リオネルメッシ、FW サミュエルへと、シャビの3人も10位以内に入った。ドンバロン氏の選手祭典では2006から07シーズンがリーグ5位、2007から08シーズンがリーグ4位であり、この2シーズンを通じて、最も安定した活躍を見せた選手であるとされた。 ジョセップ・グアルディオラ監督時代2008年9月24日、ロナウジーニョが AC ・ミラーに移籍したことにより、DF ・カルレス、プジョル、シャビ、GK ・ビクトルバルデスと一緒に新しいキャプテンの一人に選ばれた。11月中旬に足を負傷し、完全に状態が回復するまで試合出場を控えたが2009年1月3日のマイオルカ戦の後半途中に復帰し、その10分後には、 カンプノーの観客の前で重要な得点を決めてみせた。2009年2月5日、コパデルレイのマヨルカ戦に出場し、公式戦を通じて250試合出場を達成した。ホームでのマラガ戦で再び負傷したが、UEFA チャンピオンズリーグ準々決勝、バイエル・ミュンヘン戦ファーストレグで復帰し、4から0で快勝した。2009年5月6日、 UEFA チャンピオンズリーグ準決勝、チェルシー戦セカンドレグでは、後半ドスタイム3分過ぎに、メッシュからパスを受け、ペナルティエリア外から、アウェーゴール差での勝ち抜けを決める重要な得点を叩き込んだ。バルセロナの枠内シュートは、この一本だけであった。決勝のマンチェスターユナイテッド戦では、江藤の先制点をアシストして、優勝に貢献したが、 試合前にも,もを痛めていたにもかかわらず無理を押して決勝に出場したことで怪我を悪化させた。この試合後にはウェイン・ルーニーが世界のベストプレイヤーはイニエスタと表現した。2008から09シーズンのプレーは高く評価され、カンプののみならずアウェーゲームでスタンディングオベーションを受けることもあったほか、ドンバロン氏の年間最優秀選手にも選ばれた。 ルビン火山戦でのイニエスタ2009年8月8日に、親友であるダニエル・ハルケが急性し、泣き崩れるほど悲しんだ。負傷の影響で、プレシーズンのフィットネストレーニングには参加できず、頻発する怪我のために、シーズン前半戦は途中出場がほとんどだった。11月27日、クラブとの契約を1年に延長して2015年までと、し、 契約解除金は1億5000万ユーロから2億ユーロに引き上げられた。FIFA クラブワールドカップ2009にも出場し、準決勝のアトランテ FC 戦では相手 DF2 人の間を通す絶妙なスルーパスで、ペドロのゴールをアシストした。2009年の FIFA 年間最優秀選手賞では134ポイントを獲得して5位に選ばれ、FIFA ベストイレブンに選ばれた。 同年のバロンドール投票では4位に選ばれた。チームは勝ち点99を獲得してリーグ優勝を果たしたが練習中に怪我を再発させチームより一足早くシーズンを終えた。2010から11シーズン開幕戦のエスタディオエル・サルディネーロでのラシン・サンタンデール戦で30メートルの距離からロングシュートを決めた。ラシン・サンタンデール戦と エスタディオ・ビセンテ・カルデロンでのアトレティコ・マドリード戦では2010フィファワールドカップ決勝で優勝を決める得点をイニエスタが挙げたことに敬意を表しアウェイファンから観客総立ちでの拍手を受けた2012年から2014年2011から2012シーズンの最初の活躍はスーペル・コッパ・でエスパーニャでのレアル・マドリードとの対戦で2011年8月17日に バルセロナのホームで行われたセカンドレグで先制ゴールを決めた。試合はバルセロナが3-2で勝利し2試合合計5から3で制した。同年10月19日に行われた UEFA チャンピオンズリーグ2011から12グループリーグの FC ビクトリアプルゼニ戦ではメッシとの華麗なパス交換から先制ゴールを決めた。2012年3月24日に行われた リーガエスパニョーラ第30節の RCD マヨルカ戦で2-0で勝利したことにより、出場したリーガエスパニョーラでの試合の無敗記録を、それまでの最長だったエミリオ・ブトラゲーニョの50試合を抜いて51試合と更新し、最終的に第35節のレアル・マドリード戦で1から2で、敗れるまで55試合無敗のリーグ新記録を打ち立てた。同年4月3日に行われた、 UEFA チャンピオンズリーグ2011から12決勝トーナメントの準々決勝 AC ミラン戦のセカンドレグでは後半8分にゴールを挙げチームは3から1で勝利し2試合合計3から1で準決勝に進出した準決勝のチェルシー戦ではセカンドレグでゴールを挙げたが2試合合合計2から3でバルセロナの敗退が決まったこの年の活躍で フィファ・バロンドールの最終候補3名に選出され、最終的に3位になった。2012から2013シーズン、リーガ・エスパニョーラ第13節のレバンテ戦で1ゴール、3アシストを記録し、チームを4から0の勝利に導いた。このシーズンでは、最終的にリーグトップの16アシストを記録した。2013年12月23日、2015年までと、 なっていたバルセロナとの契約を3年延長し、2018年6月までとする新契約にサインした。ルイス・エンリケ監督時代2014から15、シーズンはチーム内での役割の変化により、公式戦2ゴール、8アシストと、個人成績では物足りないシーズンとなるも、変わらず、チームの主力として活躍。チャンピオンズリーグ決勝のユベントス戦では、 イヴァン・ラキティッチの先制点をアシストし、UEFA チャンピオンズリーグの決勝戦では、最多となる3戦連続アシストを記録。決勝戦では、マン・オブ・ザ・マッチに選出され、これによってフィファ、FIFA ワールドカップ、UEFA 欧州選手権と合わせ、3つの国際大会の決勝で、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた、史上初の選手となった。さらにチームは、リーガ・エスパニョーラ、コパデル・レイ、 チャンピオンズリーグの三冠を達成。チャンピオンズリーグの個人優勝回数は、クラレンス・セドルフと並んで史上最多の4度目である。2015から16シーズンは、シャビの対談により、キャプテンに就任。2016年11月21日、レアル・マドリードとのエル・クラシコでは1ゴール1アシストを決めて、敵地での4から0での対象に貢献。 交代時にはアウェーにもかかわらず相手サポーターからスタンディングオベーションが送られた。2017年2月19日、リーガエスパニョーラ第23節のレガネス戦では通算400試合を達成した。バルセロナで400試合を達成したのはシャビンに続いて史上2人目。2017から18シーズン、対談2017から18シーズンは新たに監督に就任した。 エルネスト・バルベルデのプレイ時間の管理により、出場した試合では常に、高パフォーマンスを披露した。10月5日、バルセロナと契約を延長し、クラブ史上初の生涯契約を結んだことが、発表された。生涯契約を結んだイニエスタだったが、2018年に、入り対談報道が加熱。チャンピオンズリーグのチェルシー戦、セカンドレックの試合後のインタビューにおいて、 自身の挙手について4月末までには決断すると述べた。2017から18シーズンのチャンピオンズリーグのローマ戦敗退後、記者からこれが最後の CL になるかと質問され非常に落胆した様子でその可能性もあると答えた。4月14日のバレンシア戦後自身の挙手についてすでに決断していることを明らかにした。対談が 確実視される中で迎えたコパデルレー決勝、セビージャ戦では、リオネル・メッシのアシストから1ゴールを記録するなど、素晴らしいパフォーマンスを見せ、チームの4年連続30回目のコパデルレー制覇に大きく貢献。交代時には両クラブのサポーターから、スタンディングオベーションを受け、ベンチでは涙を浮かべていた。2018年4月27日、イニエスタは、会見を開き、 同シーズン限りでのバルセロナ対談を発表した。バルセロナで最後の試合であるレアールソシエダ戦では、カンプノーは、インフィニット・イーニエストというこれをで、イニエスタを迎えた。この試合でも、好プレーを披露し、バルセロナの勝利に貢献した。試合後にはイニエスタへの感謝を示す、大規模なセレモニーが行われ、選手やファンが彼との別れを惜しんだ。その後、 再び静寂のカンプノーに素足で戻りピッチに腰を下ろし22年間過ごしたクラブとの別れを人知れず惜しんだ2018年5月頃から複数のメディアがイニエスタの J リーグビッセル神戸への移籍の可能性について報道する5月18日早朝にスポーツ報知が日本の大手メディアで初めてイニエスタ神戸入団合意と報じ5月23日には NHK をはじめとする複数の新聞社、放送局が一斉にこのニュースを伝えた。翌5月24日、イニエスタが自身のツイッターとインスタグラムのアカウントで楽天会長兼社長及びビッセル神戸オーナーの三木谷博士はツイッターアカウントで神戸遺跡を示唆するコメントとともに両者の2ショット写真を投稿。同日午後に記者会見と神戸、 バルセロナ両クラブからのリリースで神戸への遺跡が正式に発表された。東京都内で行われた記者会見では日本入りに同行したミキタと壇上で抱き合った後入団契約書にサインを交わした。契約期間は2021年までの契約であるとイニエスタ自身はコメントを残している。同会見でのフォトセッションにおいて用意された自身のネームとともに 背番号8が入った神戸のユニフォームを掲げ撮影に臨んでいたが、同背番号は2018シーズンにおいては、三田慶喜がすでに着用しており、J リーグの当時の規則ではシーズン中の同一選手の背番号変更が認められていなかったため、三田を移籍させる、あるいは一旦契約解除の手続きを取った上で再度、選手登録を行う等の手段を取らない限り、同シーズン中に、 イニエスタを背番号8で選手登録するのは不可能であった。翌25日、三木谷が三電が背番号を譲る意思を示したこと、それに対し、イニエスタが三田に直接電話で感謝の言葉を述べたことをツイッターに手明かした。J リーグ側もクラブからの相談を受けて、規約改定に前向きな姿勢を示していた。30日、J リーグより、 ユニフォーム要項の改定が発表され、同一選手のシーズン中の背番号変更が可能となった。これを受けて、同日にイニエスタの背番号決定とみたの、背番号変更がクラブより発表され、バルセロナ時代に引き続き、背番号8を着用することが正式に決定した。7月22日、第17節湘南ベルマーレ戦の後半13分に、 渡辺千真との交代により、J リーグ初出場を果たした。J リーグ2戦目となった、カシレーソル戦に出場した後、7月28日に、家族と再来日するために、スペインに一時帰国。その後、行われる予定だったアウェーでのセレッソ大阪戦と、FC 東京戦の2試合は、イニエスタの効果もあり、チケットが完売。突然の帰国発表だったこともあり、 イニエスタ目当てでチケットを買ったファンから不満の声も出て、試合員以外でも話題を集める結果となった。なお、イニエスタのチーム合流は、もともと7月を予定していなかったが、本人の1日でも早く、神戸に来て、選手と一緒にボールを蹴りたいという申し出があったため、W 杯終了後に休みを削って、前倒しで J リーグデビューを果たしている。イニエスタは、 予定通り8月5日に家族と再来日している。J リーグ3試合目となる8月11日の第21節ジュビロ岩田戦の前半15分に、中盤のルーカス・ポドルスキからのパスに反応すると、ターンで DF、大井健太郎、GK カミンスキーを相次いでかわして、ボールをゴールへと流し込み、J リーグ初得点をマークした。2019年4月23日。 ポドルスキの後任として神戸のキャプテンに就任した。5月頃からは下半身の筋肉系の違和感で欠場が続いた。6月15日に行われた FC 東京戦で6試合ぶりの先発復帰を果たし、その試合でシーズン初ゴールを決めてチームの勝利に貢献した。17節の名古屋グランパス戦では移籍後初のリーグ戦複数得点となる2ゴールを決めた。 同年には J リーグベストイレブンに選出された。なお、この年のベストイレブンは優勝した横浜 F マリノスから4名、準優勝した FC 東京から6名が選出され、この2チーム以外に所属する選手はイニエスタのみだった。また、スペイン国籍を有する選手として J リーグ史上初の受賞となった。2019年12月21日、天皇杯準決勝。 清水エスパルス戦では先制ゴールを決め、さらに古橋トールア青切りのゴールをアシストして決勝進出に貢献すると、翌年1月1日、天皇杯決勝戦において、キャプテンとして先発出場し、クラブ初のタイトル獲得に貢献した。2020年、ゼロックススーパーカップの横浜 F マリノス戦では、銅グラスの先制点をアシスト。 チームとして初出場となった AFC チャンピオンズリーグではグループリーグ初戦のジョホールダルルタクジム FC 戦でにアシストの活躍で勝利に貢献第3節の甲州久差大第到から足玉クラブ戦では前半に1アシストを決めると後半には同大会での初ゴールを決めチームを同大会初出場にして決勝トーナメント進出に導いた同大会 準々決勝のスイバラサムスンブルーイングス戦に怪我を押して途中出場したがこの試合で怪我を悪化させ長期離脱の見込みとなった2021年シーズンは前年から続く怪我の影響で欠場が続いていたが5月1日に行われた J1 第12節のサンフレッチェ広島戦にて途中出場で復帰を果たした自身の誕生日である5月11日に 記者会見を開き、神戸と2年間の契約延長を発表した。この会見で、現役生活をここで最後まで続けたい。選手としてだけでなく、常に関わり続けたいと神戸で引退する意思を示し、引退後もクラブの発展に貢献したいと話した。また、神戸オーナーの三木谷が、経済的にも大変厳しい状況にある中、かなり歩み寄りをしていただいたと説明。 推定年俸32億5000万円から約4割の大減俸推定20億円で公開したとみられている。6月13日、J リーグカッププレイオフ、浦和戦、第2戦で強烈な弾道の FK でシーズン初ゴールを決めたが、試合は2から2で引き分け、準々決勝には進出できなかった。世代別代表スペイン世代別代表に初めて選ばれたのは二千一年で、 同年の UEFAU-16 欧州選手権と翌年の UEFAU-19 欧州選手権で優勝を果たした。2003年にアラブ首長国連邦で行われた FIFA ワールドユース選手権では DF セルヒオラモスや FW セルヒオガルシアと共にプレーし準優勝に貢献すると共にベストイレブンに選ばれた。U-21 スペイン代表ではしばしばキャプテンも 努めた。スペイン代表でのイニエスタ 2006FIFA ワールドカップ2006年5月15日に発表された 2006FIFA ワールドカップに出場するスペイン代表への選出は驚きをもって受け止められた。メンバー発表後の5月27日に行われたロシアとの親善試合の後半に途中出場してスペイン英代表デビューを果たした。本大会では グループリーグ突破が決まった後の3戦目のみに出場した。2006から07シーズン頃に代表のレギュラーポジションを獲得し、2007年2月7日、イングランド戦で63分に遠目の位置から放ったミドルシュートが代表初得点となった。UEFA ユーロ二2008 UEFA ユーロ二2008予選ではチームの中心的な役割を担い、シャビ、セスクファブレガス、 MF ダビド・シルバと組んだ、中盤の4人は、クアトロ・フーゴンズとメディアに名付けられた。スウェーデン戦で1得点1アシストと大活躍し、アイスランド戦では、終了間際にゴールを決めて、本戦出場の望みをつないだ。予選では主に中盤でプレーしたが、デンマーク戦で代表されるように左ウィングで起用されることもあった。オーストリアとスイスで共催されたユーロ本大会。 直前に食中毒を患って炎に悩まされ、グループリーグではコンディション不良からボールを失うこともたびたびあったが、控え選手にポジションは譲らなかった。グループリーグの初戦のスウェーデン戦と2戦目のロシア戦に出場し、ロシア戦では FW、ダビド・ビジャの2点目をアシストする重要なパスを通した。3戦目のギリシャ戦は控え選手主体でチームを組んだため、 イニエスタは出場しなかった。準々決勝のイタリア戦は PK 戦の末に勝利したが、イニエスタはその前にベンチに下がっており、PK を蹴ることはなかった。準決勝のロシア戦にはフル出場し、決勝点を決めたシャビに質の高いクロスを放ち、技術委員会によるマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。決勝のドイツ戦もフル出場し、 1>, 1から0で勝利して44年ぶりの優勝を果たした。同じ中盤のシャビや MF マルコスセナなど6人のチームメイトと共に大会ベストイレブンに選定された。2010FIFA ワールドカップ2009年の FIFA コンフェデレーションズカップ2009はももの筋肉の負傷により出場を逃した。2010FIFA ワールドカップ欧州予選には6試合しか出場していないが、 2009年10月10日のアルメニア戦で復帰し、2010年5月、2010FIFA ワールドカップ本大会に出場する23人に選ばれた。大会前の新前試合ポーランド戦では自ら交代を申し出たため足首の状態が心配されたが、グループリーグ第一戦のスイス戦には先発出場した。3戦目のチリ戦ではこの大会の節目となる100ゴール目を決め、 マンオブザマッチに選出された。決勝のオランダ戦は0-0で延長戦に突入したが延長後半11分に決勝ゴールを挙げゴール後にはユニフォームを脱いでアンダーウェアに手書きしたダニジャークシエンプレコンのソートロスというメッセージを晒して2009年8月に心臓発作で休止した親友ダニエル・ハルケに優勝を捧げた。このアンダーウェアは同年11月に RCD s RC パニオールの本拠地、エスタディオ・コルネラエル・プラットに寄贈された。イニエスタはこのアンダーウェアが寄贈される際に、このシャツはここにあるべきものだ。あの特典とともに、ハルケも人々の心に残り続けるだろうと語った。決勝のマン・オブ・ザ・マッチに選ばれ、スペインは初優勝を果たした。また、大会の最優秀選手賞にノミネートされた。 UEFA ユーロ2012ウクライナとポーランドで開催された第14回目の UEFA 欧州選手権でもチームの主力として活躍。イタリアとの決勝を含む3試合でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれる活躍を見せ、スペイン代表を2大会連続3回目の優勝に導いた。今大会で大会 MVP に輝いたイニエスタはこの規格外の世代の一員でいられることを誇りに 思う。トリプル制覇という歴史的な記録を達成できたことが僕にとって最高の栄誉だと述べた。以上のように主要国際大会3連覇というスペインの黄金時代を支えた。2013FIFA コンフェデレーションズカップ c u 今大会、スペイン代表は決勝でブラジルに敗れ準優勝に終わるもののイニエスタはシルバーボールを獲得した。 2014フィーファワールドカップイニエスタは今大会でもグループリーグ全3試合にスタメンとして出場したがチームは第1戦、第2戦と敗戦、第3戦を待たずして早々に敗退が決まった。まさかのグループリーグ敗退であり母国メディアや母国ファンから痛烈な批判が寄せられた。イニエスタはメディアによるスタメン選手評価で星1つを獲得。 残りの10人は評価不能という散々なものであった。UEFA ユーロ2016グループリーグ第一戦のチェコ戦でピケのゴールをアシストし勝利に貢献。第三戦、クロアチアに敗れるもののグループリーグ2位で決勝トーナメントへ駒を進めた。しかし、ラウンド16で前回大会で4から0と勝利していたイタリアと対戦するも敗戦。 史上初のユーロ3連覇はならなかった。2018FIFA ワールドカップ 2018FIFA ワールドカップでもグループリーグ3試合で先発出場したが、スペイン国内からは低調なパフォーマンスとの批判の声もあり、決勝トーナメント1回戦のロシア戦では先発から外れた。後半22分から途中出場したロシア戦に PK 戦で敗れた試合後に代表引退を、 発表した。ジョゼップ・グアルディオラ、イヴァン・デラペニャ、シャビなど他の FC バルセロナ出身選手のように、創造性豊かなパス能力を持ち、洞察力、卓越したボールコントロール技術、プレーの流れを読む能力に優れている。バルサ育成部門に所属するアルベルト・ベ・ナイジェスは、彼は、サッカー選手に必要なセンスのすべてを兼ね備えている。特に優れているのは考えるスピード。 また、ドリブルしながら、相手をかわすことにかけては、世界一だと思う。体の接触があるプレーは、基本的にダメだよと語った。元スペイン代表監督のビセンテデル・ボスケは、完璧な選手だ。攻撃も守備もでき、得点することだってできると表現している。FC バルセロナで彼を指導した、経験のあるフランク・ライカールとは、私は彼を、ウィング、セントラル・ミッドフィールダー。 守備的、ミッドフィールダー、ストライカーのすぐ後ろでプレイさせたことがあるが、どこでプレイさせても並外れていたと語っている。スポーツライターの西部賢治は、シンプルな最適解を叩き出せる、達人、無理も無駄もない、その判断や一挙手一投がサッカーと矛盾しない、ことから、イニエスタはフットボールそのものであると述べている。遠藤やアは、イニエスタのプレーについて、 感じるのは攻撃に関わるプレーの質の高さですね。もちろんパスの精度は言うまでもない。ボールをもらう時のタイミングとか受ける場所とか常に次のプレーをしやすいように考えてます。あとは動き出しの質が高い。僕とは違うタイプのパーサーですが見ていて感じるのは次の人がプレイしやすいパスを出しています。スルーパスのアイデアも様々。字には敵だけでなく 味方でさえ騙されます。パスの能力は本当に高い。バルセロナの考え方をプレーで体現してきた選手ですから、パスだけでなく、ドリブルという選択肢を持っているのも強み、ドリブルでも緩急をつけてきます。パスばかり注目されがちですが、ゴールに至る過程の中でいろいろなプレーができる。パサーがあのようなドリブルを持っているメリットは、相手のプレスを一度剥がせること。 あのドリブルがあることで、相手は後手に回るし、そのプレイでさらに多くのスペースが生まれます。ドリブルで一人剥がせる選手がいると、チームにとっては大きいんですよ。と語る。中村健吾は、一番見てほしいプレイは、トラップですね。ボールを止める技術。パススピードもすごいけれど、彼がボールを止めて蹴るだけで、ゲームのリズムやサッカーの質が上がるんです。 イニエスタのトラップというのは走っていて、そのまま足にくっついているかのよう。トラップをするので走っているのではなく、ボールがイニエスタの方にくっついてくる。だから、トップスピードのまま、ボールを扱えているのでしょうね。減速もしないし、慌てないから加速もしない。本当に無駄がないし、ボールと体が一体化されている。もしかしたら、あのトラップはどんなプレイよりも体得するのが、 難しい技術かもしれないですね。彼の真骨頂だと思います。あとは攻撃の環球のつけ方、メリハリですね。崩しに行くときと、行かないときの判断の仕方もそう。行かないときの判断の仕方もそう。行くと決めたときのゴール前への入り方や、崩しのアイデアのところ。自分だけではなく、味方を使ったり、人と絡んだりしながら入っていくセンスは抜群です。 パスを出して動くとか、出して寄るとか、それで、ワンタッチ、ツータッチで崩していく、と語る。柏木洋介は、一番すごいと思うのは、トラップの置き所が良いことです。自分がやりたい次のプレーをするための最適な場所に、常にボールを置くことができる選手だと感じます。相手とマッチアップしたとき、抜き去るドリブルに、一瞬の速さがある。 相手をかわすタイミングが早いから、トラップと同時にボールを持ち出して、ここに行きたいというスペースに入り込めます。あの速さは相当なレベルだし、相手との駆け引きのうまさも感じます。イニエスタは周りを見ていないようで、しっかり見えていて、味方に正確なパスを出せる。空間認知能力が優れているんだと思います。と語る。 出場大会試合数国際 A マッチ126試合13得点ゴール。ありがとうございます。